リチャード・ストッダーとユーエルはアメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争の時は南軍の将軍だった。ストーンウォール・ジャクソンやロバート・ E ーリーの下で上級指揮官として名声を得、戦争の大半で実行を挙げたが、ゲティスバーグの戦いとスポットシルバニア・コートハウスの戦いでの行動が論議を呼び、その功績が曇らされた。ユーエルは、 ワシントン DC のジョージタウンで生まれた。3歳の時から、バージニア州プリンスウィリアム郡にある、ストーニーロンサムと呼ばれる、マナサス近くの農園で育てられた。父トマス・ユーエル博士と、母、エリザベス・ストッターとユーエルの三男であり、祖父は、初代海軍長官のベンジャミン・ストッターと、兄は、南軍の士官ベンジャミン・ストッターとユーエルだった。ユエルは1840年に、 陸軍主官学校を同期42名中13番目の成績で卒業した。友人たちには年寄りの独当、あるいはボールディと呼ばれた。アメリカ第一流騎兵連隊の将尉に任官され、1845年に中尉に昇進した。1843年から1845年、フィリップ・セント・ジョージ・クック及びスティーブン・ワッツ・カーニーと共にサンタフェトレールや、 オレゴントレールの護衛任務に就いた。米国戦争では、ウィンフィールド、スコット将軍の下で認められ、コントレラスの戦いやチュルブスコの戦いでの勇敢さで、大員に昇進した。コントレラスでは、当時公平大員で、後の指揮官となるロバート・イーリーと共に、夜間の偵察を行ったことがあった。ユーエルは、しばらくの間ニューメキシコ準州で任務し、新しく獲得した。 ガズデン購入地域をベンジャミン・ボンビル大佐と共に探検した。1859年には、高知州率いるアパッチ族との小競り合いで負傷した。1860年、アリゾナ州部キャナン取り出の指揮官をしている時に、健康を害して西部を離れ、療養のためにバージニアに戻った。ユーエルは、この病気のことを、めまい、吐き気などがある重病、今は、 角に衰弱しており、時に予感に襲われると表現していた。この病気と怪我は来たるべき、南北戦争の間も災いの種となった。国全体が南北戦争に向かって動いている時、エルは外して合衆国支持の感情を持っていたが、出身州のバージニア州が脱退した後の1861年5月7日にアメリカ陸軍から除隊し、バージニア州軍に加入した。 5月9日には、騎兵隊の大佐に任命され、5月31日のフェアファックスコートハウスの小競り合いでは、この戦争で負傷した最初の上級士官の一人となった。6月17日には、南軍の巡将に昇進し、第一次ブルランの戦いでは一個旅団を指揮したが、ほとんど戦闘に参加することはなかった。ユーエルはその外見にもかかわらず、 また、外見のゆえではなく部下達に印象を与えた。歴史家のラリータックは、ユーエルのことを次のように表現した。身長5フィート8インチであや,や低く、数草の茶色の髪があるだけでハげており、砲弾型の頭をしていた。高い鼻の上に突き出る、明るく膨らんだ目は、あるものは、高の目と言い,い、あるものは、山市議の目とも言うように、 多くのものが鳥に例える効果を生み出しており、特に彼がよくしたように頭を片方の肩に傾けたとき、また勘高く、さえずるような舌足らずで奇妙な話をするときに、顕著だった。通常の会話の間に奇抜な注釈を入れる癖があり、例えば、デイビス大統領が私を少々にしてくれると思うかいという風だった。彼は華々しく、激しく冒涜的になり得た。 大変神経質で落ち着きがなかったので通常の姿勢では眠ることができず宿泳用腰掛けの上で丸くなって夜を過ごした。自分では不思議な内臓の病気があると信じておりほとんど毎日ミルクで煮た脱穀小麦に砂糖で味付けしたかゆで生存していた。異常性の合成物というのが友人がユーエルを要約した言葉だった。北バージニア軍の中でも 変人で通り、まず彼の勇敢さや寛大な心を知った、部隊兵はそのゆえに、彼を愛した。ラリータグ、ザ・ジェネラルズ・オブ・メキズバーグ1862年1月24日、ユーエルは少々に昇進し、バレー方面作戦では、ストーンウォール、ジャクソンの下で使い始めた。二人の将軍は協力してことを運び、二人ともに、非現実的な挙動で注目されたが、 二人の間には多くの様式的な違いがあった。ジャクソンは厳格で敬虔なところがあったが、ユエルは基地に富み、極端に冒頭的だった。戦場ではジャクソンは柔軟性があり、直感に従って動いたが、ユエルは勇敢で実行を挙げたものの、効果を有効にさせるために正確な指示を求めた。ユエルは、ジャクソンがその作戦計画について部下に知らせない、 傾向があることに当初不満だったが、最終的には、ジャクソンのやり方に合わせた。バレー方面作戦の間、ジャクソンの小さな軍隊で、ユーエルは見事にその一個手段を指揮し、北軍ジョンシー・フレモンとナサニエル・バンクス及びジェームズ・シールズ各少将,将が指揮する大部隊に対して、個人的にもかなりの数の戦闘で勝利した。続いて、ジャクソン軍は、 リッチモンドに呼び戻されて、ジョージ・マクレラン少将のポトマック軍が遂行していた半島方面作戦に対して、リッチモンド氏を守るために、ロバート・イーリーの軍に加わった。ゲインズ・ミルの戦いや、マルバーン・ヒルの戦いでは、目立った戦い方をした。7日間の戦いで、リー軍が北軍を追い払った後で、北軍ジョン・ポープ少将のバージニア軍が、北からの攻撃をする恐れがあったので、 ジャクソンは、その妨害に派遣された。UL は8月9日にシーダーさんの戦いで再び、バンクス軍を破り、以前のマナサスの戦場に戻って、第二次ブルランの戦いにもよく戦ったが、グラブトンで負傷し、その左足は膝から舌を切断された。この傷から回復する間に、ナッシュビル地区で浮遊な未亡人であったいとこの理人家、キャンベル・ブラウンから看護された。 ユーエルは10代の頃から美人化に惹かれており、1861年やバレエ方面作成の間もそのロマンスを咲かせていたが、この時の密接な世話によって、1863年5月26日のリッチモンドにおける結婚につながった。傷の治療に長くかかった後で、ユーエルはリーの北バージニア軍に復帰し、チャンセラーズビルの戦いに加わった。 ジャクソンが1863年5月3日に、瀕死の重傷を負ったとき、ジャクソンは、UL がその軍団指揮を継ぐことを提案した。D は一時的に騎兵隊指揮官の J、EB スチュアートにその公認を託したが、5月23日、UL は中将に昇進し、第二軍団指揮を任された。ゲティスバーグ方面作戦が始まった日の第二次、ウィンチェスターの戦いで、UL は、 北軍の4000名を捕虜にし、23本の大砲を捕獲するという花々しい功績を挙げた。この時使用済みの弾丸が胸に当たるということがあり、あわや重傷というところを免れた。ユーエルの軍団はペンシルベニア州身校で戦闘を進み、州都のハリスバーグまで到着するばかりまで迫ったが、リーが戦力をゲティスバーグに集結させるために呼び戻された。 これらの成功はジャクソンにも否定されるものだった。しかし、ゲティスバーグの戦いで、ユエルの軍人としての評判はそれから長く続く、加工を始めた。1863年7月1日、ユエルの軍団は北からゲティスバーグに接近し、北軍第11軍団と第1軍団の一部を撃破し、北軍は町を通って撤退し、町の南にあるセメタリーヒルで、 防御的な陣を敷くことを余儀なくされた。リーは戦場に到着したばかりであり、その陣地の重要性を認めた。リーは、もし可能ならば、攻めたリーヒルを取れという自由裁量のある命令を UL に送った。歴史家のジェームズ・エム・マクファーソンは、ジャクソンが生きておれば、疑いもなく、それが実行可能と分かっただろう。しかし UL は、ジャクソンとは違ったと記した。 ユーエルは攻撃をしないことを選んだ。ユーエルは攻撃しないことにいくつかの理由をつけた可能性がある。リーからの命令には本質的な矛盾があった。実行可能だと判断すれば敵に占領されている、あの丘を奪え。しかし我が軍の他の師団が到着するまでは海戦を避けろとされていた。リーはまたユーエルが求めたヒルの軍団からの支援を拒んでいた。 ユーエルの兵士たちは、長い行軍と7月の午後の激しい戦闘で疲れており、戦闘体系を組み直すことが難しく、ゲティスバーグの通りを抜ける狭い通路を使った丘への攻撃も難しくしていた。エドワード・アレゲニー、ジョンソン少将のまだ疲れを知らない師団が到着したばかりだったが、北軍の大きな増援部隊が、東からヨークパイクに到着し自軍の側面に対する脅威に、 なっているという情報を受けてもいた。UL のいつもなら攻撃的な部下であるジュバル・アーリー少将も UL の決断に同意した。リーの命令は UL に多くの自由裁量を与えたということで批判されてきた。マクファーソンのような歴史家たちはより攻撃的なストーンウォール・ジャクソンが生きてこのリー軍の一翼を指揮しておればこの命令に対してどのように行動したかを考え。 南軍がカルプスヒルあるいは攻めたリーヒルを占領しておれば、二日目の戦いはどのように違ったものになったかを推測した。自由裁量のある命令というのは、リーの主要な部下であるジャックソンやジェームズ・ロング・ストリートであれば、通常それによく答え、その独創性を活かしてその時の条件に反応し、望ましい結果を出したので、リーにとっては習慣的なものだった。 この UL 隊が行動できなかったことは、それが正当化されるにしろされないにしろ、この戦闘における南軍に、ほとんど確実にその代償をもたらすことになった。UL の軍団が7月2日と3日に、北軍の陣地を攻撃したとき、北軍はいくつかの丘を十分に占領し強固な防御を施す時間があり、南軍の大きな損失につながった。戦後、 南部の失われた大義を提唱する者たちは特に戦闘中にユーエルの部下になっていたジュバル・アーリーだけでなくアイザック・アルトリングル少将も戦闘に敗れた責任をリーから反らせるためにユーエルを激しく非難した。彼らの論士の一部は北軍がその日早くの敗北によって完全に士気を失っていたということだったがユーエルの兵士も編成がうまく整っておらず 彼らが提案したような決断は、熱い戦闘の最中と戦場の霧の中でよりも、ご知恵としてははるかに容易に作られる性質のものである。7月3日、ユーエルは再度負傷したが、この時はその木星の足だけだった。ユーエルはその軍団を率いて、バージニア州への秩序ある撤退を行った。彼の運は弱まり続け、11月には、バージニアのケリーイズフォードで負傷した。 1864年1月にも、馬が雪上で倒れて負傷した。ユーエルは1864年5月のアラノの戦いでその軍団を指揮し、その軍団を攻撃した北軍の軍団よりも、精力的に上回るという、稀な機会を利用して、功績を上げた。スポットシルバニア・コートハウスの戦いでは、ユーエルの不決断、不行動のゆえに、リーが5月12日にミュール州で、 自ら防御陣を引きいなければならないと感じた。ある時点で、UL は、その逃亡した兵士たちを理性をなくして叱り始め、その刀で兵士たちの背中を叩いた。リーはその怒りまくる部下を抑え、鋭く UL 将軍、自分を抑えなければダメだ。あなたが、自制心を失っている時に、これらの兵士たちを統率できると期待できるだろうか あなたの興奮を抑えられなければ、やめた方が良いと言った。この時のユーエルの行動は、疑いもなく、リーによって、戦後にその秘書官のウィリアム・アランに伝えられたことを元にしており、この日5月12日に、ユーエルはその日の朝の不幸で完全に動転しており、あまりに打ちのめされていたので、その有能さを失っていたとリーは語っていた。リーは、 ユーエルの長引く傷がその問題の原因であると判断し、軍団指揮官から解任して、リッチモンド防衛軍の指揮官に転任させたが、これは北軍が南軍の首都に過大な圧力をかけている状況を見れば決して重要でない任務ではなかった。1865年、セーラーズクリークの戦いでそのボロボロになった軍隊が包囲され捕獲された時は、リッチモンドから撤退中だった。 これはアポマトックスコートハウスでリーが降伏する数日前だった。ユーエルは1865年7月までボストン港のオーレントリでに戦争捕虜として囚われていた。ユーエルは恩赦を受けた後、テネシー州スプリングヒル近くにある妻の農園で新種農園主としての仕事に陰性した。この農場経営を利益の出るものにさせ、またミシシッピ州で成功している。 メンカプランテーションも沈貸した。ユーエルは、理人家の子供や孫を溺愛した。コロンビア夫人アカデミー理事会の会長、コロンビアのセントピーターズ聖公会協会のバイサン会員、及び、モーリー軍農業協会の会長を務めた。ユーエルとその妻は二人とも三日の間に、肺炎で死んだ。二人は、ナッシュビルのオールドシティ墓地に埋葬されている。 死後出版として、軍人の要請が1935年に出された。ありがとうございます。